バニトレ。バニコと色覚テストをしてどのくらい色を見分けられるのか試してみよう。これから10本のバーが出てくるから、その中から違う色の1本を選んでね。レベルは3段階あって3問ずつあるよ。全部正解できた人にはもう1ランク上のボーナス問題も用意してるから、ぜひ挑戦してみてね。レベル1、1本だけ色が違うのはどれ？正解は6番だね。どんどんいくよ。これも簡単だね。次、さすがにわかるよね。レベル1を全問正解できる人は約 96% いると言われてるよ。レベル2、少し難易度が上がるよ。よーく見てみてね。違うのはどれでしょう。これだよ。みんな見分けられるかな。もしかしてギリギリ。レベル2もこれでラスト。どうだった？レベル2の全問正解率は約 50% らしいよ。レベル3、一気にハードモード。目を凝らしてね。色が違うのは何番？これもしややばい。この微妙な色の違いわかるかな。こうするとわかるんだけどね。いよいよ最終問題だよ。何問正解できた？すべての問題をクリアできる確率は約 30% なんだって。ボーナス問題。隠れている文字は何？色彩能力がある人にしか見えないんだって。正解率は10% の超難問だよ。みんなは読めるかな？なんて書いてあるでしょうか。みんなわかったかな？正解はバニラ、バニラ高収入。ご視聴ありがとうございました。また次も見てね。だったらまた見てね。